なのかということなんですけど、別にまあ特に理由なくですね、原文の表示をして、でこれで私が英語を勉強して、そしてですね、まあ、すごいイベントということになってる、よくわからない、まあいいや。カリフォルニアシティ is reaching the first US employment in basic income and resident will get $6,000 a year。 つまりですね、どういうことかというと、カリフォルニア州の、ある町で、US アメリカで最初のベーシックインカム給付が始まるよと。1年間に$6,000、つまり6000ドルミーニング2つ足すんだから、1年間に60万円もらえるんですよ。よくないですか？欲しいな、60万円。ね、Stockton, California is expected to become the first US city to launch an experiment in universal basic income.ストックトンというカリフォルニア州の町がベーシックインカム、アメリカでの最初の給付の町になった。For a period of their 3 years, a selected group of residents will receive $500 a month. No strings attached. これはちょっとわからない単語もあるんですけれども、選ばれたグループが、月500ドル、つまり5万3000円とか5万5000円ぐらいですかね、をもらうことができると。Stockton Mayor Mitchell Tubbs has studied basic income and believe it can be the solution to increasing poverty in his city. ストックホルムの市長であるマイケル・タブは、ベーシックインカムを学んで、そしてこれが、このベーシックインカムが、このストックトン、貧しい町なんですよ。夕張じゃないですけど、財政破綻した町なんですよ。そこの、貧困をなくす、社会運動を起こすことができるということを、確信した。Stockton, California is expected to become the first US city to launch an experiment in universal basic income, a system of wealth distributed in which people received a set amount of money just beginning a life.、これによって、ストックトン、カリフォルニアのストックトンでは、become basic, 最初のベーシックインカム給付が、始まります。これによって、人々、選ばれた人々は最低限の生活できるお金を手にすることになります。Stockton Mayor Michael Taub said that by August 2018, we hope to enroll an undisclosed number of Stockton 350,000 residents in the problem. Taub said the experiment. Stockton のメイヤーの、マイケル・タブは言った、2018年の、8月から彼は、ベーシックイン、unfixed number of stock, Stockton の、31万5000人に対して、ベーシックインカムを給付するってことを言った。Tub said, the experiment, which is set to hand out, $500 a month or $6,000 a year.、31万人の人々が月、5万5000円、もしくは年に65万円ほどを手にすることになる。Where the ideally last for the period of 3 years. 3年間の実施である。The radical system get government approval. Radical system get 政府のお金もらってるかもらってないか問題なので、ちょっとこれ調べますね。
私の中の AI 翻訳機器がちょっと内蔵で欲しいんですけど、そうすれば勉強しなくていいんですけど、こんなに AI が進化したのに脳にインプラント詰められないですからね、英語の。中国語も欲しいんですけど、Google さん、ちょっと開発してもらえませんかね。私の翻訳が、過度なシステムが政府の承認を得た。過激なシステムが政府の承認を得た。Stockton is an accurate candidate for the basic income. Stockton は accurate can これがわかりません。Stockton is an accurate can これを夏ごとちょっとしばらくの小ごと翻訳しちゃえばいいんだ。ストックトンはベーシックインカムのためのユニークな候補者であり、貧困への回避決策として、またロボットの自動化の脅威に対する守りとして、過去数年間で吸引力を発揮しています。すごい勢いで進んでいますね。Tao credit his loss and tumble, unbelieving a part of inspiring for the present creative.In radical solution of poverty. Solution to poverty. 解決策ってことだったから。多分27歳。彼は26歳で戦争の時、10万人以上の死で最も若いアメリカ市長に就任しました。彼が監督する、ストックトンは、バークレーから東に50マイル離れたところである。2012年は財政破綻を、起こした国です。それはまだ非常に回復している。ちょっと数年前に財政破綻を起こしたんですね。Many of Stockton residents face similar economic hardship today. たくさんのストックトンは財政破綻の中から立ち上がったとはいえ、とても厳しい状況にある。The median household income of 44,797.4 below California state's median of 81,815. これどういうことかというと、ちょっと翻訳しながら読もうっと。私は全然英語のマスターではないのです。でも毎日勉強して私は英語で発信をするように頑張るのです。なぜなら、ストックトンの住民の多くは、今日も同様に経済危機に直面しています。家計収入の中央値、44,797ドルはカリフォルニア州の平均60,800ドルを大幅に下回り 7.3% の失業率が全国平均の 4.3% の2倍になっているということですね。Many Stockton, unemployment rate of 70.3% is nearly double the national rate of 44.3%. 国の平均の約2倍の失業率がある。Tubbs plan is known as the Stockton Economic Empowerment demonstration of seed. It be financed primarily through their basic advocacy group economic security project. ちょっとわからないんで翻訳しながら読んでみます。すごくないですか？これ沖縄行けるよ。沖縄行けるよ。だって、国内で一番破綻してるところから始まるんだから。
あとですね、どなたか、北海道の、どこだったっけ、映画祭やってるところ、破綻した夕張ですとか、あともう地方はみんな、疲弊してますよね。そういった地方から立ち上がるのはいいですよ。31万人アメリカで給付が来年の8月から決まってるんですから。タブの計画は、ストックのエコノミック、シードと呼ばれています。基本的な収入擁護団体の経済安全保障プロジェクトを通じて資金を調達して実験を開始し、資金を援助するために100万ドルを、選出しています。ということは、これ政府ガバメントのお金じゃないってことじゃないですか？で、すべて国の予算を通さなきゃみたいな考え方があるんですけれども、実際は、その、実験が行われている州などでは、国の予算が計上されなくても、各地域が勝手にやめちゃうっていう。ベーシックインカムやろうっていうと、じゃあ地方議員じゃ無理なので、じゃあその、国会議員になりますとかいう話があるんですけれども、これ、市長とか市議さんとか、そういうレベルからもできるっていうことじゃないですか？ESP was founded in December 2016. It part by Facebook co-founders Chris Hagel along with Nigel Fulmer and Dorian Wharton, both experts in the futures work. ESP. ESP というのはこの彼が、タブ、27歳のタブ市長が始めたプロジェクト。のことなんですけれども、これは2016年に始まりました。どんな形で始まったんですか？ Facebook の共同制作者、クリス・ハグハルト、ナイタル・ホースラー、ドリアン・バーターによって創設されました。これ Facebook のグループじゃないですか。この ESP は27歳の一番若い市長、なおかつ、この、一番経済的に破綻しているアメリカの、市の中で、を選んで、Facebook がやろうとしてったかもしれないんですよ。これ、注目しなきゃいけないのは、警戒しなきゃいけないのは、AI ロボットによる、仕事を奪うための人類を守るみたいな言われ方をしてるんですけど、進めてるところが監視会社なんだよなっていうところは、ちょっと念頭に置きながら、ちゃんと住民の自主性を持たないと、Facebook に管理されてしまいすぎることになるかもしれません。でも、すごいですね。The、10 million project is backed by more than 100 of Silicon Valley's. The 10 million project is backed by more than 100 Silicon Valley's biggest name, including eBay founder Peter Omidyar。この、100万ドル、10ミリオンドラっていうことは、ミリオンが100万なんだから、1000万ドル、つまり1000万ドルは2つかけるんだから、1000万ドル、億になりますってことは、億円ってこと ?1 億円ってことかな。この予算の、1000万ドル規模のプロジェクトには、eBay の創業者であるピエール・オミディアール、を含むシリコンバレー最大の企業100社の支援があります。シリコンバレーの企業100社が支援している。ということは政府ではなく企業がやってるっていうことじゃないですか。日本の経団連の皆さん、内部留保があるんですよね。内部留保があって、過去最大の利益を上げてらっしゃるんですよね。で、なんかこの、今回、税金の改正で、で、なぜか、高収入の方が、なんか、
1万5千円と増税とかふざけたことを抜かしていると思うんですけれども、なんかちゃんと儲けた分を還元するっていうことを、この生活破綻した町の市民にイーブンにお金を渡していくということでできるかもしれませんよ。で、どうせお金を持ってたとしても、家計の一番上のワインセラーでワインを飲むみたいなことしかできないとしたら、だとしたら将来有望な、若者たちの学費であるとか、その介護費用であるとか、実際に役に立つことにお金を回した方がいいんじゃないでしょうか。SEED is the first government organized basic income experiment in US. この SEED プロジェクトは、アメリカのガバメントが最初に行った、ベーシックインカープロジェクトです。実験です。他の民間非営利プロジェクトには、ケニア、オランダ、オークランド、カリフォルニアでの調査、オンタリオ、カナダなどがあります。In Kentar, the Cherry Give Directory was secured cash transfer for the past several years.ケニアではどんな実験が行われたかと言いますと、こう、慈善団体のギブダイレクトリーが過去数年間に現金の振り込みを行っています。この基本的な収入実験は2016年の10月に始まりました。オークランドではスタートアットアセランのワイコンペイデンターがパイロットスタディをラッピングしました。そこで数人が月に1000から2000ドルを受け取っていました。YC、この、セクレータースタートアップオークランドのプロジェクトのスターターの方は2018年に2週間で 2つの週の間で大きな実験を開始する準備を始めています。え、ちょっと待って。ってことはカリフォルニアだけではなくって他の2つの州でもこのベーシックインカム実験がアメリカで始まるんじゃないですか。私今年ハワイに行ったんですね。でハワイではベーシックインカム給付実験が、始まってて、いや始まる州法が生まれて、でそのクリス・リーさんっていう州法のリーダー的な方にインタビューをしました。その時にはまだ他の州で起こっているって話は全く聞いていなかったので、今ものすごい勢いでベーシックインカムが進んでいるってことになります。で、これがどこに向かっていくのかということを、はい、こう決まりました。はい、こう決まりました。っていうことだけではなくって、あ、佐々木由美さんが見てくれてる。ごめんなさい、お風呂から。時間がなくて、今この時間しかなくて。すごい、あ、佐々木由美さんが見てくれてるから言いたいことが、ちょっと話がそれちゃうんですけど、カリフォルニアのサタップピースガーデンが、カリフォルニアの山火事で燃えてるみたいなんですよ。デビッド・クルーガーさんに昨日メールをして、まだ返事がないんですけど、地図を見ると、すごく燃えてて、私あそこの公園にいて本当に素敵だったから、なんとか何かしたいなーっていう思いがあります。ちょっと話が、それました。あ、なんと、ハワイのベーシックインカムの運動会の方も見てる。Hi! Now, ちょっと待ってくださいね。Stepping to open crane a basic income could stop people of their drive to work. Of course, them spend more on bigs. Well, advocate say the extra cash will help people go back to school.Start businesses and otherwise basic more produced members of society. Step picked. ちょっと待ってくださいね。Google 先生翻訳に聞きながらやりますね。本当日本のメディアとか、私ももっと書くために書くんで、ちょっと新聞でも雑誌でも書かせてくれる方がいたら、私書かせてください。絵画的な人は基本的な収入は、人々が学校に行ったり、ビジネスを始めたりの生産的なメンバーになるために余分な現金が役立つだろうと、つまり、まあ、その、推進者は、このベーシックインカムは人々が学校に行ったり、ビジネスを始めたりすることに役立つだろうと言っています。また、社会のメンバーとして、入ってくる、解決する、
貧困で社会からこう排除されてた、排除されてた人が元に戻れるっていうことなんですね。で、これでこのニュースはおしまいです。ちなみにこの、そう言えばですね、Here the Trump's tax plan mean for people, Here's a Trump's tax plan mean for people at every income level from $2,200 to $2,600 a year. The House passes the final version of Republic tax bill of Wednesday, captain of from 7-week push to bring about the most sweeping change in the U.S. tax code in decades. The bill, no, bill っていうのは、これはなんだ、法律？ビルはなんだっけ。眠くなってきた。もう3時出してよっかな。請求書か。ちょっと、じゃあ、まとめを言って、お風呂でちょっとですね、髪の毛洗ったりとかいうことをして、明日実は、午後2時から、今日ですね、22日午後3時から、町田の109の7階で今、展覧会をやってまして、環境芸術展やってまして、そこで私はライブペイントをします。ぜひ、皆さん、来てください。このお風呂で顔しか見えないで飲むやつは、割と私の的には時間の使い方としていいかもしれないんですよ。私はくだらないことに時間を使うのはやめるぞ。で、なるべく有意義なことをやるぞと。で、できたら自分が有意義なことをやるだけではなくって、この情報をなるべくシェアをしていきたいなと思うんですよ。まとめますと、カリフォルニア州では27歳の若い、市長が、タブ市長が、ベーシックインカムを来年から始めると。これは、政府が主導する最初のベーシックインカム給付、アメリカのベーシックインカム給付です。ハワイが最初かと思ったら、ハワイよりカリフォルニアの方が先になりましたね。で、なぜこのストックトンというところが、選ばれたかと言いますと、2013年に財政破綻をしていると。で、その失業率もアメリカの平均の2倍あるということですね。なので、この町が選ばれています。で、この中で31万人以上の方ですね。31万人、5000人かな。31万人の方に対して、月5万5000円の給付をします。いいなって。私も5万5000円あったらすっげー楽だなっていう気がするわけなんですけれども、これすごいスピードで、進んでます。あと、他にもですね、アメリカは、政府主導ではない民間主導のベーシックインカムが2つの州で来年から起こると言われています。で、その準備を今、進めてるということで、ものすごい勢いで進んでいます。で、カリフォルニア州は山火事もありますし、私の友人、映画の時にお世話になった、カリフォルニアロケの時にお世話になった、友人からのメールを見ますと、鳥がもういないと。で、空気がプア、とても汚いと。で、多くの人が、この州で考えられないほど多くの人が、避難をしていて、仕事を変えなければいけない。で、僕も、仕事を変えたんだよって。で、山が燃えてる街のすぐ前で、夜燃えてる写真を送ってくれたんですけれども、大変な状況です。で、カリフォルニアの州知事は、こんなことをトランプさんに言ってます。トランプさん、そのパリ協定離脱、ふざけんなよと。で、私たちのカリフォルニアがこうやって燃えてるのは、今回特別なということではなくって、これがもう新しいリアルになっちゃったんだよと。私がカリフォルニアでの撮影をした時も、あれが、もう4年間、一滴も雨が降ってないって言ってたんです。で、山で一見綺麗な風景で、緑がちょっと薄いけど、でもその木をですね、引っ張ってみると、根っこがもうカラッカラになっているんですよ。
で、もう日常的に雨が降らないこの異常気象がこの数年間続いている状況があります。で、州知事がこんなことを言ってましたよ。あの、カリフォルニアのその西海岸は焼け尽くされちゃうんじゃないのって。で、クリスマスまでに鎮火するかもみたいなことをデビッド・ウィラーさんが言ってたけど、実際今、その、半分ぐらい鎮火したとは言われてますけど、でもあと3日間でじゃあ鎮火するのかって言ったら難しい状況で、私は本当に悲しいです。で、この事件をまさに対岸の火事っていうことで、私たちが何も動かないのではなくって、今までのような社会システムをもう変えなきゃいけないっていう悲鳴だということを感じてます。多かれ少なかれ日本は川が多いからそんなにドライになることないだろうとか思うかもしれないけど、そしたら今度雨が多すぎるだとか、いろんなこう、クライメートチェンジ、あの、気候変動によって今まで当たり前だった日常がもう壊されていく。壊されるのが当たり前のリアルな時代に突入してます。でこういった時に安倍さんがそのお友達の周りに100億円をジャブジャブと回していく、この今の日本のあり方じゃなくって、しかもそれで生活保護費を削るとか、今以上に格差を広げる方向に向かうんじゃなくって、確実に今吸い上げられてきた、もともとは中間層だったけど今最底辺に行ってしまったよとか、自分中流のつもりだったけど気がついたらもう携帯代払えてないよとか、そういうスレスレな人がいっぱいいるわけですよね。そういう人たちのもとにお金をちゃんと取り戻していく、新しいシステムを作らないといけないんですよ。国会議事堂に、入ってそこから無理やり強盗するっていうんじゃなく、できたらジェントルな方法でやりたいじゃないですか。だとするとこのベーシックインカムシステムというのが最適なんじゃないかと思うわけです。もちろん既存の社会保障を残した上でさらに生活の質を上げていくというふうにしないと、結局ベーシックインカムという言葉はあったけど給付額少なくなって収入減っちゃったよっていうんじゃ意味がないんで、そういうところもコントロールしながら、アメリカはすごく注目です。日本のものを、地方も疲弊しているところが多いですし、そういったところでも実験が行われる準備を、各地域の、国会議員の方であるとか地方議員の方は本気で考えて地元を救うっていうのは、その時だけ選挙の後だけ公共料金、公共事業を持ってくるっていう、このね、自民党がずっとやってきた仕組みじゃなくって、もう工事やったって使わないところ掘ってお金回したって、ゼネコンに回したって、まあ、ゼネコン屋さんは儲かるかもしれないけど、それ以外の産業の方に入ってこないしと。だとしたらもう、ベーシックインカムで直接市民に渡せばいいんですよ。そうすれば、今冷え込んでる消費が活性化したりとかするわけで、今2400万人に増えた日本への観光客の方、これがどんどん右肩上がりで増えてます。そういった時に日本ってまあご飯安くて美味しいよねって、でもなんかサービスしてる人が疲れてて貧乏臭そうだよねっていう感じになってると思うんですよ。そこをハッピーな人にご飯よそってもらったんだって、いい思い出を作ってあげましょうよ、外国の方にも。そうすればまた来てくれる、そしてお金落としてくれるから。だとすると今この、ほったらかしの、貧困状況を放置しちゃいけないんですよ。株価であるとか大企業の業績はすごい伸びてると言いますけれども、たった40人の人が日本の富の半分を持っているという超アンバランスなこのインカム体制で、これをもうちょっとなだらかにするだけでいろんな問題が解決するんじゃないかなと思います。お風呂の中からすっぴんでお送りしました。明日はもうちょっとかっこよく回、ね、るかもしれないんですが、もうメイクしてからとか思ってやらないんで、で、なんで空いてる時間にできることをやります。というわけで、See you! バイバイ！またね。あ、で、明日は2時から、町田の109の7階ギャラリーで、環境芸術展3時から、ライブペイントがあります。世紀の名作が生まれます。この町田の障害学習センターとミニギャラリーは、すごいインスピレーションが湧く場所で、で、小林陽子先生という、書道家の方と一緒にやらせていただいてるんですけど、陽子先生と一緒にやるとすごいインスピレーションが湧く、新しいいい作品が生まれます。
で、トンブプロジェクトをやってる斉藤さんという方が、昨日そこでライブペイントで書いて、